草津道の石橋草津道の石橋の石橋は、長野県中野市にある、国佐田忠春が渡ったと伝承される石橋。草津道の石橋保存会により2020年8月に、中野市大和竹原1778の3番地、先で、国佐田忠春が渡ったと伝承される石橋の案内石碑の設置と、草津道の復元が行われた。岩下忠春会長のもと、 石橋近くの住人が中心となり、草津道の石橋保存会を結成して、中野市中野の地から応援事業補助金30万円と、協力金15万8千円を集め45万8千円で整備を行った。江戸時代の後期、国定忠春という教託がたびたび、新州中野に来ていると言われている。群馬県の王道の関所破りをして卓形になり、最後を遂げる生き様が、 後の人々の共感を得て、明治から平成の初期まで講談、映画などで人々に広く知られていた一人であった。1836年、国定忠だは、新州中野弟分の茅場長兵衛が幕徒源7に殺され、仇討ちのため新州中野に来ている。石橋の伝承については、高市方史研究会が発行する、高井に掲載されている。八が、 紅用モイトリ入れ口分水タンク近隣には2006年農林水産省の疎水百選に選ばれた蜂が紅用モイトリ入れ口と分水タンクがある。農林水産省によりウォーキングコースが案内されている。ありがとうございます。